白色宣伝とは、情報源を抗原するプロパガンダである。プロパガンダの最も一般的な形式である。敵対者側から発信されたと称し、実際には故意に作り出されたものである。黒色宣伝や、情報源もしくは作成者が全く特定できない、灰色宣伝と比較して、政府機関など公然と確認できる。 情報源に通常を由来するものであり、より穏便な説得工作とみなされる。概して標準的なパブリック・リレーションズ・テクニックを利用し、一方的な主張を改陳する。プロパガンダをテーマとする多数の書籍のうちの一つである、ジャック・エリュールのプロパガンダ、ザ・フォーベーション・オブ・メンズ・アティトゥーズにて、著者は、白色宣伝というものはそのプロパガンダに影響を、 与えるためわざわざ作り出された企てを大衆が意識することそのものであると語っている。宣伝を行う省庁が存在する、それすなわち宣伝することを認可され、その情報源は工知のものであり、その目的や意図するところを突き止めることができるということである。プロパガンダシトが積極的に白色宣伝を隠す際には、プロパガンダ運動全体にわたって、 白色宣伝が黒色宣伝の代わりを担う。ありがとうございます。